朝ごはん食うべ。昼飯は何が出るかな。飯だけが楽しみになってる。ここに染まってきたな、ハチよ。腹減ったら飯食ってけ。つっても寄せ集めたもんしかないけどよ。たくあんは園芸の先生から、卵はうちからの差し入れだ。いただきます。醤油早くよこせ。待て待て、こう君を潰したところにザザッと。ほらよこせ。まだまだ、もっとかけろ。うまいんだ。さっきかけたろ。いやいやいや、あと3滴。真っ黒じゃねえか。いやいや、もっともっともっと。しようぜ。やったー。うまチーズもうまいっすね。うん、いけるな。先生もスモークチーズどうぞ。どうぞって、もともと私のチーズじゃないですか。これ厚切りで焼いたらもっと美味しいんじゃない。うまい。そこで出た油で刻みニンニク炒めて、ご飯入れて醤油チャーハン。チョース超えるわ。殺す気か。けしからん。うめえ、ほんとうまいっすね。あ、くず芋。そりゃ大きくて形のいいやつが市場ではいい値がつくけどよ、こういう出来損ないには出来損ないなりの戦い方があるんだよ。頑張っても大きくなれなかったこいつらだけど、やりようか。なんだか田舎料理ばっかりで。いえ、すごくうまいっす。特に米。親戚が米農家だから産地直送。それに人の握ったおにぎりって美味しいよね。愛が込めてあるからよ。年季入ったばあさんが握ったから出汁が効いてるんだべ。簡単なのしかできませんが、どうぞ。すごい。椎茸は返さないで、ひだ部分に水分がプツプツ浮かんでくるまで待って、塩振ってどうぞ。レモン汁と醤油だろ。あー、七味だべ。生姜醤油、マヨ醤油、唐辛子でビールもいいですよ。ビールと聞いて。無添加ベーコン持ってきたぞ。なになに、この美味しそうな匂い。ん、炊きたてご飯。サバイモにはチーズでラクレット。美味しい、全部美味しい。あ、私さっきから美味しいしか言ってないわ。うるさくてごめんなさい。もっと言ってください。このほうれん草もなんでこんなに甘いのかしら。ほうれん草は霜に強い作物でね、わざと寒さに当てるんですわ。なんで霜に当たっても組織が壊れないんだ。こいつらは葉に糖分を溜め込むからね。ああ、凝固点効果か。何必殺技。水は0度で凍るけど、砂糖水はその温度じゃ凍らないんだよ。いやいやいや、先入観はいかん。いただきます。
なんとか言え。